し、合田が見ていないところで返したかもしれない。それが絶対になかったとどう証明する？カノンの死体のポケットを調べればそれは立証できるだろうが、それはできない。証明は不可能だ。全然ダメだな。実に簡単なことじゃねえか。そんな。ああ、そしてその証拠はジェシカを調べればわかるはずだ。ジェシカのポケットにカノン君のマスターキーが入ってるはず。南條先生、調べてくれるか？マスターキーだ。もう一度言うぜ。カノン君はマスターキーを持っていない。だから施錠できたわけがないんだ。確かにそのようね。でもカノン君がジェシカちゃんに会った最後の人物なのよ。疑わしいことに変わりはないわ。よそうぜ、そういうの。え、人間ってのは本来信じ合う生き物のはずだ。なのに世知辛い世の中を生きるために疑り深さを覚えちまう。だから何でも疑っちまう。俺たちの悲しい生き物だな。その差がを俺は否定しねえ。だが証拠なき断定だけは許さない。疑わしきは黒じゃねえ、白だ。もちろん世の中は狼だらけさ。人を不用心に全て信じろとは言わねえ。だが黒だと断定するなら完全な証拠を用意しろ。それができない限り絶対に憶測で人を黒だなんて言うんじゃねえ。それは疑わしきは黒は私の発言でした。軽率でした。謝ります。バトラ様、見事な推理だよ。バトラ君、ゴーダさんもありがとう。あなたが覚えていてくれたからカノ君の疑いが晴らせました。いやお見事お見事、なかなかやるではないか。やべえな、まんまと餌駒に引っかかっちまったか。そなたは見事カノンにだけはこの部屋の扉を施錠できなかったことを証明した。使用人は全員マスターキーを持つはず。それが根拠となりカノンが犯人扱いとなっていたのだから、少なくともその疑いは見事に晴らせたな。となるとジェシカを殺した犯人はどうやって扉を施錠したのか、そういう問題になっちまうわけだな。ちっ、まんまと思い通りの展開に引き込まれちまったぜ。かかったな。しかもそなたは他の使用人たちを誰も疑わないなどと大それたことを言ってしまった。さーてどう言い繕うのか見物よ。うるせえぜ、早速始めるぞ。どうせがっつり否定されちまうんだろうが、先にこの部屋が密室であることの定義を確認させてもらうぜ。よかろう。まず隠し扉の類は一切ない。出入りはこの扉からだけだ。扉の施錠はジェシカの鍵が一本と使用人たちが一本ずつ持つマスターキーのみ。2階ではあるが窓から出入りすることも可能だろう。しかし窓は内側から施錠されている。いきなりチェス盤をひっくり返させてもらうぜ。多分扉がどうこう施錠がどうこうって論法から入るのはお前の手のひらから出ない。好きにするがよい。さてさて何を復唱すればよいのやら。復唱要求。カノン君はこの部屋で殺された。カノンはこの部屋で殺された。死体はわらわが魔法で消したがね。続けて復唱要求。カノン君の死体はこの部屋にある。復唱はできぬ。そりゃ言わねえよな。
そこにどうせ秘密があるに決まってるんだ。クソ。謎の門点はどこなんだ。マスターキーもなく施錠したことなのか、施錠された室内にいる二人をどうやって殺したかなのか、それとも二人を殺しどうやって脱出したかなのか。悔しいが、外堀から埋めてくしかないぜ。復讐要求。最後の施錠はマスターキーによるものである。これも拒否す。その拒否ってやつがどうも曖昧だな。復讐不能だから拒否なのか、本当は復讐できるのにわざと拒否してるのかがわからねえ。礼拝堂の鍵の時はそなたにすっかり逆手に取られてしまった。わらわが有利なうちはわざわざリスクのある赤を使って発言する必要がない。ただそれだけのことよ。そうなんだよな。本来赤ってのは俺の鎮節をあんたが封じるときに使うもんだったんだよな。わらわが有利になるように使うのは当然のこと。上げ足を取られるリスクが分かっている以上無駄には使わぬ。さて次はどういう手で来る。ゴーダや熊沢を疑う手がおそらく一番使いやすいぞ。くそ、誘導されているようでムカつくぜ。しばらく黙ってろ。考える。もちろん。この扉は礼拝堂の時と同じだ。施錠時にはいかなる方法をもってしても出入りはできぬ。さらに言うと部屋の外から鍵を使わずに施錠するようなからくりも通用せぬぞ。し、頼まれてねえ時にばかり赤を乱発しやがって。そもそもそなたとわらわのゲームはわらわの存在を否定できるかどうかだけが勝利の条件だった。それだけでもそなたに不利なゲームなのに、そなたは勝手に勝利条件を増やし自ら勝利を困難なものとしてしまっている。
ナタの霊の手下げから抜き出し戻したという説は、いとこたちを色濃く疑うものであったのだぞ。にもかかわらず、それに気づかないふりをして、よくもあれだけの説をシャーシャーとのたまえたものよ。くそ。だからって、親族や使用人の誰かが犯人だって保証はねえ。お前が、例えば段ボール箱にでも隠れながらこそこそと近づいてきて、熟睡してる俺たちの部屋に忍び込んで、鍵を奪った可能性だって十分あるじゃねえか。それについてはそれでもよかろう。19人目の来客であるわらわを疑うことで、彼らに疑いをかけずに済む。ならば、ジェシカの部屋の施錠はどうする？わらわは魔法で鍵を開けることは造作もないが、さすがにマスターキーは持たぬ。わらわの魔法を否定するならば、わらわを疑うことも否定せねばならんぞ。そしてそれはつまり、そなたら18人の中の誰かを疑うことよ。親切にありがとうよ。少し整理できたぜ。俺にとっての目的は、人間である19人目の来客、ベアトリーチェがどうやって犯行に及んだかに迫ることだ。それができればな。愚かな男よ。こんな部屋、本来は密室でも何でもない。何しろ開けることのできる鍵は合計で6本もあるのだからな。そしてそれらの所有者は何人もいる。誰でも疑える。疑い放題よ。なのにお前はわざわざそれらを全て否定し、自分で密室を作ってしまった。わかるか？これはお前の思考的矛盾が生み出した密室なのよ。他の誰でもない、そなた自身が扉を閉ざしているのだ。魔女が魔法で開けたことを認めるか、俺の知る誰かが犯人であることを認めるかの二択だって言いたいんだな。クソ、大手飛車取りのつもりかよ。こういう指し手もあると披露したかったまで。さて、どうする？後ろ宮バトラー、実に簡単な話じゃないか。あの自意識過剰な料理男と死に損ないのクソババアをちょいと生贄に仕立て上げるだけじゃない。クソ、高田さんと熊沢さんを疑えばそれでいいのか。ダメだ、俺は郷田さんが犯人だとは思えない。熊沢さんが犯人だとは思えない。だがお前は認めない。絶対だ。ならば魔法もマスターキーも使わずにこの部屋に入り、ジェシカとカノンを殺し、しかもカノンの死体を魔法を使わずに消失させねばならない。どうやって行う？わらわを否定しつつ誰も疑わずにどうやって行うのか。デザインだ。バトラ君、今なんて？降参だよ。俺はカノン君にこの扉が施錠できないことは証明できた。だが、だからといってジェシカを誰が殺したのかを特定できたわけじゃない。いい、十分です。そのカノン君のためにありがとうございます。礼なんかいらねえ。それはつまりシャノンちゃんも疑ってるってことなんだからよ。ローザおばさんもごめんよ。別に反抗したかったわけじゃない。俺も死にたくないし、親父たちの本当の仇を見つけ出したい。協調性のないこと言って悪かったぜ。いいの、私も少し軽率だったわ。仲直りしましょう。おばと追い同士仲良くしないとね。